はいじゃあよろしくお願いします。えー、今回は数産の積分と体積1基本編をお送りします。で前回までねここが面積をずっとやってきたんですがここから体積に変わりましてで最初はポイント含めて3も問題ありますので一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな では早速ね。まずポイントからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よしじゃあ行きましょう。で、今回あのすいません。問題がですね。体積で止まってるんですよ。本当は体積を求めよ。真、ま、似が入れるはずなんですけど、板書の関係でね。どうしても入らなくてまわかるかなっていう、ちょっとみんなに甘えたんですけど、すいません。もし分かりにくかったらね。ごめんなさい。なんですがで、まずね。今回ポイントからやっていき。ます で、主役は y イコール fx っていうこの曲線、まあ、関数ですね。曲線があって、こいつと x 軸と x イコール a、x イコール b と、こいつで囲まれた部分を x 軸の周りに1回転させます。つまり回転体です。多分中1で1回やって、まあ、その後にも出てきてるけど、中1が初登場だったかな。そう、ぐるぐる回すやつね。軸の周りを。その体積を求めると。 で、図で書いたのがあの状態で、y イコール fx はどこかっていうと、これです。ちょっとクネクネしてますけど、こいつの曲線だと思って。で、これを回します。で、x イコール a と b っていうのはこのね、この部分。まあ、積分区間になるから、これがここになるんだけど、ここと、ここ。で、あと x 字がここにあるので、こいつです。で、これを x 軸周りにくるくる回してできたのが、その全体の部分になるんですが、あいつを、体積を求めることができると。 で積分はやっぱり面積の方が花形というかよく出てくる話なんですけどこうやって体積も求めることができるのでまずここからね体積を求める問題を解けるようになってもらえたら嬉しいです。でじゃあ,まあ体積の公式何かっていうとですね同じようにまあインテグラルを使います当然積分なんでね積分。でそれも見てわかるように A から B でやってるじゃないですかだから積分区間も当然 A から B になりますちょっとちっちゃくてごめんね。 で、主役のあいつ y、y イコール fx ありますよね。今ちょっと y で書きますけど、それを、ポイント1ね。2乗します。いい。そのまま入れるんじゃなくて、2乗する。で、それを x で積分するよと。ただし、めちゃくちゃ忘れられる、前に π がくっつくから気をつけてください。これが、え、公式でございます。つまり、v イコール π インテグラル a から b の y 二乗 dx と。 いいかなあの体積ねあいつを求めるのはこれで求めることができますので覚えておいてください。でやっぱり X 軸の周りねこうやって X 軸周りをこうくる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 回す方が問題的には多いなっていう印象なんですけど、えー、3番のように Y 軸をねこっちを回す横回りですねこっちで回す問題も当然ありますなので、ね、こっちも公式書いておきましょうまあ簡単です、まあ、予想つく方もいると思うんですけどまず忘れずに π をね書いておきますと。 で横で回すので、まあ、同じように積分区間ができるから、それ A B って置きますね。A B まあ、せ同じです。あとは x と y が反対になります。x 2乗で y で積分 d y っていう。いいかな。横でこう回したい時っていうのはこうやって x 等っていうふうに関数こうなるから、この式を入れて y で積分すれば同じようにね体積求めることができますので、ぜひねこういう感じで使ってみてください。 じゃあ実際の問題解いていきましょうでまず一応図を書いておこうね y イコール e, e の x 乗ちょっと今回板書の関係であの図がちっちゃくなりますごめんなさい e の x 乗は0の1ここですね0の1を通るまあこんな関数まあねかなっているとでこいつの x イコール1と2なんで、まあ、この辺に取りましょうか 今あの赤で塗った部分っていうのはここですね関数 e の x 乗と1と2と x 軸で囲まれた部分これを、えー、こうやってくる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 回します回転体を作っていくとでその体積なんですがまああとは公式なので v= イコール忘れずに π で積分区間は1から2ですね 1> 1から2の y を2乗するつまり e の x 乗の2乗なので e の x 乗の2乗指数ってね掛け算でくっつけられるから e の 2x 乗になります。dx と。であとはこれを積分すればいいよっていう。じゃあやっていきましょう π、えー。でこれを積分すると 2x 上で2がね余分にくっついているのでまず1 2分の1出してきてあとはそのままで OK です。 いい、e、なんでね。一から二。で、えー、っと、二分のパイは出しちゃおうかな。二分のパイ、であとは、まあ、二分の一。なくなったので、二乗、二を入れると、いいの四乗。一を入れると、いいの二乗なので。かっこい、e、いの四乗引く。いいの二乗。い、e、いの二乗で、e ね、くくり出さない。出した方が綺麗かな。まあ、いいと思うけど、これで。 ちょっと問題があったらごめんなさい。自分はちょっとこれでいいかなと思っちゃうんですが。まあやり方としてはこういう感じ。いいかな。このね、まあ二乗するっていうのはあまり忘れられないんですけど、こっちっすね。<laughs> ここにとらわれるとね、π を忘れる。あとは π を書いたのに途中の計算でごちゃごちゃしすぎて見失って左右書かないとかね。割とあるあるなので、えー、お気をつけいただけたらと思います。それじゃあ、y 軸周りの方に行きましょう。 で主役はこいつ「x イコール y ス1なんでこいつもちょっと書いておきましょう。y 軸書きまして、x 軸。でこれは、えと、y に0を入れると、1、マイナス1か、だから、マイナス1の0、ここですね。を通って、あとは、x=0 イコール0を代入すると、y=1 乗イコール1なんで、y= イコールプラスマイナス1になるんですよね。ここに0代入すると。 だからであとは2次関数をねこう横にしたような形こういう関数になります。でそいつと y 軸で囲まれた部分なんで今ここです元の回す前はね。でこれを y 軸周りにこういうふうにくるくる回してやりましょうと。いいかな でこうやって y 軸回りで回す時はこっちの青を使ってください。で求めていくと。v イコール忘れずにで積分区間はマイナス1から1までですね横の方の y 軸の方で取ってください。だからマイナス1から1。で関数がこれね。y2 y 乗 -1dx、えー、かちゃうよ <laughs> ごめん、y、で入れたからね dy でございます。 あいろいろぐだってる2乗ですね失礼しましたでこれはまあ普通に展開しちゃっていいかな展開するとえ中が y の4乗マイナス 2y の2乗とえプラス 1dy と 1>, 1個ぐらいあまあマイナス1から1なんでねあ偶関数と関数使えるかなと思ってまあ使えるんですけど 1>, 1個ぐらい非関数あってもいいじゃんね0になるからこれ全部偶関数なので <laughs> 1個も消えねえわ <laughs> じゃあいきましょうえー、っと偶関数なんで2倍して01に変えますいいかな偶関数なんで、ね、2倍して積分区間を01にするまあでもひとまずねこいつ積分しなきゃいけないから5分の 1y の5乗をマイナス3分の 2y の3乗プラス y で積分区間が0から1ね まあでも片方0になるだけでも楽だよね全部0になるからさでちょっとまとめていきましょうこれ入んのか入んのか入ってるわえー、2π かっこ1代入します5分の1マイナス3分の2プラス1と暗算したいけど15分の5マイナス411かあち違えないくつだ <laughs> 違う違う あーもう書くか書くか最近暗算自信ねえんだよなマイナス10でプラス158かえ八8で合ってるあ八8で合ってるわってことで中が5分の8になるので全体計算すると5分15分の8になるので全体計算すると15分の 16π となってこれで終了となります。 ま最後ぐりましたね暗算かっこよく決めようと思ったら決まんなかった。いいかな。まあ、ひとまず今回は基本編なのでスタートになります。かつ簡単に、ね、復習して終わりますね。えー、やってることはその関数、まあ、曲線がねありますとでそれをまあ区間が区切りますけどその区間でくる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 こう回してその体積を求めることができるっていうものをやってます。で体積に関してはその関数を二乗して積分にぶっ込んでくださいと区間は分かりやすいからね AB ここって目で見てね視覚的に分かるので。 二乗してぶっ込むただし、π をね、忘れがちなので、公式としてはこうなるっていうのをしっかり押さえておきましょう。で、y 軸周り。まあ、え、こっちの方がね、やっぱ多く見ますけど、y 軸周りに関してもこうやって出すことができますので、ぜひね、両方、どっちで回されたとしても解けるようにしてもらえたら嬉しいです。では、 今回はね、数産の積分と体積丸一基本編をやらせていただきました。で、次回はですね、断面積をちょっとね、使った話が出てくるので、断面積編をお送りします。よかったらね、そっちの方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。